爆食浅淵幸男チャンネル。はい、今回はですね、横浜に来ております。横浜駅ですね。で、ヨドバシカメラの地下2階にございます、ババン、ナポリタン専門店スパゲティパンチョにやってまいりました。はい、このパンチョなんですけど、3ヶ月前に横浜店がオープンしまして、その時からずっと行きたいと思ってたんですけど、やっと来れました。はい、今日はパンチョデーでございます。さあ、ちょっとなんか横浜店もめっちゃおしゃれ、見てみましょう。はい、ということで揃いました。今回はですね、成人にしようかなって悩んだんだけど、いや、ちょっと待ってと、食べたことないメニューも結構あるから、麺の量を、一番最大の麺が 600g にして、白ナポ、ゴムナポ、海鮮ナポリタンにしました。これ気になってたやつにしました。さあ、パンチョ3回目にしていろんなメニューを頼むやつにしてみた。ではいただきます。すごい、オムナポ初めて食べるけど、本当にオムライスの下がナポリタンになってる。うわー、最高。はい、いただきます。最高。やっぱ普通のナポリタンよりはこのデミソースとかが変わってるから濃くなってるけど、なんだろう、すごい良さを引き立て合ってる感じ。めちゃくちゃ美味しい。うわ、これめっちゃ美味しいな。やばい、次からこれにしちゃうかも。美味しい。パンチョ横浜店はですね、ちょっと夏ネロぐらいなんだよ、私の世代の。昭和の曲じゃない、平成の曲だと。なんかあるのかもね、こだわりが。マジでうまい。結構でもデミはデミグラスソースがあっさりめに作られてるかもしれない。怪しい。そう、なんか多分ナポリタンに合うよ。そこまで濃いめの味付けじゃないから。なんだろう。このままでいきたい。粉チーズとかかけずに私はこのままですね。デミソースとナポリタンのケチャップソースと絡んで、何を見る？
グゼ、続いて白ナポ。うん、うまっ。前回食べた明太子ナポリタンのベースが白ナポだったんだよ。その時に白ナポのうまさを知って、でもソースも何もかかってないと結構ガーリックが強い、淡白なガツンと系っていうのかな。うまい。紅生姜すごいいい感じ、なんかちょっと焼きそばみたいな感じ、塩焼きそばっぽい感じ、食感というか。海鮮がめちゃくちゃ大きい、大ぶりな海鮮がゴロゴロ入ってる。なんかパスタそのもの、なんかトマトソース自体に海鮮の出汁が入ってる感じがする。うん、普通のナポリタンとは違う。うーん、美味しい。では、今日初の粉チーズしようかな。
マスコも。一番食べれる味変じゃない？これ。ということで完食いたしました。気になってたちょっと3種類を初めて食べたんですけど、変わったかもしれないレギュラーメニューが、なんか毎回変わってるね。今回はちょっとオムナポがめちゃくちゃ美味しくて、はい、オムナポハマりました。だからパンチョさんはナポリタンなんだけどいろんな味があっていいね、楽しいでございました。はい、ということでごちそうさまです。この動画がいいと思ったら高評価、私のこと気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。